ご視聴ありがとうございます。シです。今回はユタボン親子のツイートのカオスが極まっている件について国民の意見をまとめました。皆さん、ブルーロック読んでますか？シは大ファンです。推しはなぎくん。シねえ、おんぶとか言っておんぶねだられたら、姉ちゃん頑張っちゃうわ。と思ってたら、なぎくん 190cm あるのね。姉ちゃん潰されるわ。という軽快なオープニングトークでつなぎつつも、ユタボン氏と行き足が相変わらずな感じのツイートを展開しているのでご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。前回の動画で少し触れたんですが、ユタボンスタディ号を2000万円で買いたいという強者が現れた時のユタボン氏の反応を見ていきたいと思います。もともとは2022年末頃にスタディ号売却を表明したユタボン氏、その後購入希望者が複数現れるも返事をしないという常識外れの行動をしつつも半年が過ぎた頃、スタディ号のオイル交換をしました。バッテリーも交換したし、絶好調や、スタディ号はまだ売ってません。なんでかっていうと、スタディ号は愛しを持っており、持ち主を選ぶからです。スタディ号は人間を見ていて、己に見合った人物を選ぶ車、スタディ号にふさわしい人物はまだ現れていないのです。人生は、持ち主を選ぶ車なんて実在したんですね。ユタボン親子が選ばれるくらいの選考基準でスタディ号が選ぶ次の乗り手はと、日本全国民が固唾を飲んで見守る中、とうとう2000万円を出すとの声が上がりました。すごいいい動画でした。僕も読んでみることにします。人生は冒険や、スタディ号2000万円で買います。するとユタボン氏が反応します。スタディ号を2000万円で買う人が現れました。これがキングコング西野さんの本夢と金に変えてたラグジュアリーか。みんなが知ってるけど、誰も持っていない夢のトラックがユタボンスタディ号や、人生は冒険だ。とじまんげに語るユタボン氏、これに対して再び購入希望者がツイートします。配信でユタボンを2000万で買うこと相談したらみんなに止められた。ユタボンブログ更新もしてないし、動画も半分弱耳障りな歌だし、誰かの言葉でしか語れてないし、冷静に考えたら2000万の価値がない気がしてきた。リスナーありがとう。でも一回はユタボンボンに選ばれたしな。2000円なら買うわ。ここでなんとユタボン氏、出来たてほやほやのデジタルタトゥーツイートを削除した上で、昨日2000万円でスタディ号を買いたいってやつが現れたけど、ユタボンスタディ号にふさわしくないので、売りません。前も言ったけど、ふさわしくないやつには1億円でも売りません。とのツイートを発信しました。以降、悪乗りが進んでいきます。ユタボンのこの動画見たけど何がすごいって、よくわからん歌と過去の動画の垂れ流しで動画時間の3分の2を使っていることだよ。ユタボンくんは知らないかもしれないけど、スタディ号を愛しを持っていてふさわしい人を待っているんですよね。僕はスタディ号に選ばれた人物なんです。もうこれはユタボンのスタディ号に対するガギと言っても過言ではない。彼女を金儲けの道具の利用しようとしている。遺憾の意を表明します。正式に対抗します。以前より価値が変動したようですので、私がスタディ号3000円で買います。水は4000円。と言いたいところですが、あの車にそんな大金出せないので、3333円でどうだ、水はですやで、と言っていた時限定の筋金入りのファンなのですやで、きっとスタディ号に選ばられる人材なのですやで。一連のやりとりは以上です。チョコレシのツイートは主となるものをピックアップしましたが、他にもユタボン氏への熱烈アピールをたくさんツイートしてますので、よかったら見てみてください。いや、さすがに無理があるでしょ、ユタボン氏。さてこのツイートを削除したのはユタボン氏、ユキヤ氏、いずれにしても削除した時の表情を想像させてくれるところ、エンタメ分かってきましたね。そろそろユタボン氏の意見ではなくて、スイはスタディ号の意見を聞きたいのですが、まさかスタディ号に選ばられる基準はお金だとはスイも思ってないですけど、今のところスタディ号売却に絡むツイートはなぜかお金の話しかしないんですよね。ユタボン氏って、不思議だな。それはさておき、スタディ号売却の時はみんなで盛大にドナドナ歌いたいですね。という感じで、ユタボン氏のエンタメ劇場はここまでにしておいて、ユキヤ氏のカオスが極まるツイートをご紹介したいと思います。案の定、思考停止したアホなユタボンは、チドモが無意味な行為を大絶賛していて笑える。まあ、ユタボンのは、チドモはコロナの時から黙食とかマスク強制する学校を大絶賛していたくらいだから、学校教育による洗脳が成功しているんだろう。こいつら学校で竹槍訓練が始まっても大絶賛しそうだな。こちらは河北新報オンライン様のネット記事を引用してのツイートなのですが、ネット記事の内容として青森県などでミサイルが飛んできた時に頭を守る姿勢を取る訓練をしたとのことです。これに対して、そんなのでミサイルから守れるか、頭おかしいなどの批判ツイートがたくさん上がっており、それをユキヤ氏がここぞとばかりにリツイートしまくっております。どうやらネット記事の内容と写真からミサイルの直撃から身を守る訓練だと思って皆さん批判しているっぽいですが、スイも聞いたわけじゃないから確信持っていう内容ではないけど、この訓練ってそうじゃなくて、ミサイルで破損した建物の破片が飛んできた時とかに身を守る訓練じゃないの？それなら地震が起きた時に机の下に隠れるのと同じ感覚の防災訓練だと思いますし、そこまで非難されるほどのことじゃないと思います。さすがにミサイルの直撃を素手やノートで防げると思って訓練してる人なんていないと思うし、そのあたりの可能性を考えずに、ネット記事のタイトルと写真だけ見て批判したりリツイートしたりするのは実際誤認だった場合にかなり恥ずかしいと思いますよ。
と思ってたら、乗っかっていたインフルエンサーと、それをリツイートするインフルエンサーの父親発見。ちなみに豆知識ですが、落石注意の標識は落ちてくる石に注意ではなく落ちている石に注意という意味です。今まさに落ちてきている石なんて注意しようがないけど、すでに道に落ちてる石だったら気をつけようがありますよねって話。ところで雪足、思考停止したアホなユタボンは、チドモが無意味な行為を大絶賛していて笑えると書いてあるんですが、ネット記事やツイートを見る限り大絶賛している人は見当たらなかったんですが、雪足は何に向かって無意味な敵対心を抱いてるんでしょうか。とりあえずネット記事掲載元の河北新報オンライン様がユタボン氏の死という認識であってますでしょうか。カオスが極まってますね。合わせて記事に載っている訓練の真意をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご説明いただけると嬉しいです。それと水が大好きヘズマリュウ氏がツッコミ待ちスタンバイ OK のツイートを発信していたのでご紹介したいと思います。気泡アドにブロックされた一発屋が調子に乗んなボケが。では国民の1割くらいが思ったことを同時に叫んでみましょう。せーの、うっせーわ。朗報、アドにブロ返されました。お前センスないけど見直したぞ。うっせーわ。さて、先ほどのユタボン氏のスタディボー売却の一連の流れについて国民の反応を見ていきましょう。あのね、2000円に減額したとはいえ、一度は2000万円で買いたいって言ってくれたんだから、八つ呼ばわりだのふさわしくないだの言い方は良くないと思うよ。断らないで買い取ってもらえとまでは言わんけど、言い方は考えようね。最初は自由に使ってよいとか言ってなかったか。まずスタディ号にふさわしい人の条件を言いなさいよ。そうじゃないと欲しい人も声あげれないだろ。はっきり言って今の君ら親子はお金のみ頭にないとしか見えない。不登校児童はもうどうでもいいのかよ。基本的な質問ですが、スタディ号が石を持っているのでしたら、そもそも売却されたいというのがスタディ号の石なのでしょうか。それはなぜでしょうか。とりあえず金婚西野に声かけたら儲かってるみたいだから。まさかあれを本気にしてたの。2000万の件はエンタメとして乗っかったんだと思ってたけど、ついてしたってことはマジだったんか、ゆきや。それ現れてすぐに言ってたならかっこよかったんだけどね。そもそもクラウドファンディングで得た資金で購入したのだから、売却先の選定や売却で得た金銭の使用方法など出資者の意見を聞いてみてもいいのでは。現状だと自分の偏った価値観で判断して、仮に売却できたとしても売却データお金は全て自分の懐に入れようとしているようにしか見えません。この車は中古のボンボの荷台を簡易居住スペースに改装したものとのことだが、私の会社もこのクラスの小型トラックを数台扱うので言わせてもらうと、ボンボの時点で中古価格はかなり安かったと推定でき、100万前後、本格的なキャンピング仕様ではなく半端な改装を施して、おまけに日本一周していることから、一般なら用途が合致しても購入時の半額から7割くらいが妥当。サイト層やいろいろ回収がありそうだから30万からかな。当然中古や買い取りならほぼただみたいなもん。まずふさわしい、ふさわしくないの基準は、子供をいろいろなところに連れて行って経験させたいので欲しいです。でもお金がないので1万円での人と、物を壊してストレス発散するイベントで車のデコそのままで出したらウケるだろうし、1000万でという人がいたら迷わず後者を選びそうだけど、そもそもこの車ってクラウドファンディングで得たお金で買ったんだよね。生涯のライフワークにしますくらいの意気込みかと思いきや、たった1回旅行気分での使用で終了。いらなくなったから価値が分かるやつに売るで、では出資した人も何がしたかったんだろうとびっくりだよね。この2000万円購入者も2000万円出すと言っていた時には喜んで売るそぶりを見せていたのに、お金出すの止めたとなるとふさわしくないから売らないっていうが、金銭以外の何が変わった。結果的にふさわしくない人だったわけだけど、黙って2000万出されてたら売ってたんでしょ。どうやって見分けるの。今のところお金でしか判断してないように見えるけど、というかどんなひどい相手でも1億本当に出されたら平気で売ると思う。結局ふさわしい人ってどんな人なんだろう。この発言でお金じゃないって本人は否定しているニュアンスに聞こえるけど、車売りたいならふさわしい人の条件が何かを示した方がいいと思う。 YouTuber やってるならターゲッティングぐらい知ってるでしょ。どの層に向けてどのような人にアピールするのか、それと一緒でふさわしい人の条件を提示してあげないと。結局は今回みたいにふさわしくない人まで集まっちゃって手間になるだけだよ。それが提示できないならやっぱりお金と思われても仕方ない。逆に言えばスタディ号がふさわしいと思ってくれたら1円でも売るってことですね。早くふさわしいと思う定義をスタディ号から聞き出して皆に伝えるのが売却への近道ですね。もしもスタディ号がふさわしいのはユタボン君だけだと言えば、ずっと所持していても誰も文句は言わないし困ることもないので、それもありです。もうスタディ号を売却するのを止めて、ユタボンが自動車免許取得するまで保管しておけば良いじゃないですかね。ユタボンが免許取得したら、自らスタディ号を運転して日本全国の不登校児に会いに行って、話を聞いたり、全国の不登校児の支援でこの県ではこんな取り組みを、この自治体ではこんな取り組みをして不登校児を支援してますみたいなことを YouTube で配信しても良いかと思います。あまり再生数は期待できないでしょうけど。ワンピースで麦わらの一味が乗っている船サニー号のつもりなのかな。
ルフィをリスペクトしているのかずっと似合わない麦わら帽子をかぶっているけど、ワンピースの知識が豊富だという話も聞かないよな。やることなすことすべてにおいて極めるための努力をすることなく、才能もないらしく、いずれも結果が中途半端、渡り的な勢いでしかない言動に終始しているの。マジで観察する分には楽しくて仕方ない。大好きなコンテンツなので消えてほしくない。この子が30歳になった時、50歳になった時、どのように過ごしているのか楽しみで仕方ない。購入者に適正を求めるならこんな高額で買いたい人が来た、と公表するなよ。相手の人格よりも購入額が大事と言ってるようなもんだ。ふさわしくない人には売らない、というのも本心だろうけど、本音と建前というか自分に起きたことを全て言う必要はない、ということも覚えよう。人とやり取り、特に金銭、するときには大事なことだから。まず、ってやるんでなく買っていただくという立場なのだから、言葉遣いから改める方が良いのではないかな。そして今のところユタボン君にしかわからんことだと思うので、スタディ号にふさわしいやつというのはどんな人物なのか、所有者自ら公にした方が買い手はつくのじゃないかな。ここまで来ると2000万や1000万は完全にネタで、おちょくられてるのがいい加減わからないのかな。話題作りのための、彼のことをおちょくるために買うと口だけで言ってるだけかと。問題なのは、なぜ高く売れないのかではなく、なぜいたずらをされるのかを考えないと。物事には理由があって原因がある。その原因がまだわからないうちは同じことの繰り返しをするだけでしょうよ。ここは観念してしまって、普通に中古車屋さんで向こうの言い値のままに売却した方がいいと思う。これまでも批判に反応した説明で家具の情報を伝えるやり方を見直しなさいって、後出しに説明する内容は初めから言ってりゃ説明する必要がないでしょう。パパさん、教えてあげなって。金額に喜んで選定判断のふさわしい条件が曖昧だからこんなことされる。パパだけじゃなく、誰も教えないのを応援している人。2000万なら売るけど2000円じゃふさわしくないから売らない。1億出す人が現れたら危機として売るんじゃないの。結局君ら親子の価値観ってお金だけだよね。それも価値観の一つだから完全否定はしないけど、少なくともクラファンでお金を集めて車を買って旅をしたんだから、車を売ったお金は出資者に分配すべきだよね。まさか全額懐に入れるつもりじゃないでしょう。早いとこ常識と教養と礼儀を身につけ、父親をはるかに超える立派な大人になってください。やつって言葉を使うあたりでそこが見えるというか、買う買わないにしろ、そういう人とは今後何かしらの付き合いになると仮定したら、そもそも仮定しなくても人としてやつと使う人はかなり限定されてくるはず。意味合いとしてはあまり良い扱いされてる人ではないですよね。なんか最近無理くり4文字熟語使ったりもしてましたが、そこじゃなくこういうふとした時に出る言葉遣いに本質って出るもんですよね。コミュ力って人と話せる話せないとかいうのもありますが、話せたとして礼儀と相手のことを考えてのコミュ力ってのもあると思うんで、まずはそこから勉強してみては。この記事と今までの発言や行動を見ると、この親子の言うふさわしいとは大金をきちんと払ってくれる人なんじゃないだろうかと思ってしまう。ふさわしい人を探すということは、譲った相手にどう使ってほしいかという明確な意見があるはずですが、それもないし、世間から見れば結局お金かと言われても仕方ない発言ばかりかな。人をバカにしない、罵倒しない、上から目線で物を言わないっていう姿が見られる日は来るんだろうか。2000万円で購入意思を示したが、周囲に勤められて2000円なら買うと表明。そりゃそうでしょう。マツダのボンボワゴンの中古車価格は良くて10万円以下、下手すれば廃車代の方が高くてマイナスが出そうな物件、価値の出そうなプレミアムもユタボンでは全くありませんし、そもそも1億円を本気で出す人はいない。世界的大スターとか多大な影響を及ぼしてる人の私物とかなら跳ね上がるだろうけど、ユタボン君は全然その域ではない。まだ成功の道を歩む途中、発展途上で今の成功では別に金額が跳ね上がるなんてことはないだろう。スタディ号に心があり、スタディ号の気持ちがわかるのなら、ユタボンに購入されて嬉しかったのかを聞いてみればよい。そしてユタボンではない人に購入されたいのか、このままユタボンに利用してほしいのか、そこを考えてほしい。寿命まで面倒見れないのなら、最初からペットは飼うべきではない。クラウドファンディングで事業を起こすこともある以上、スタディ号を売却して利益を上げること自体は否定しません。でもね、あからさまなのよ。スタディ号の趣旨は完遂できたんだろうけど、だからといってあからさまに売却金額を釣り上げる必要はないだろう。ユタボンの言うふさわしくないやつとはどんな人だ。冷やかしが2000万円で買うと言って、ユタボンがわーいと言って、すみませんやったやめましたとなり、ユタボンがあなたはふさわしくないので売りませんと言っても、すでに買わない意思を表明しているので売らないのではなく、売れないになってるってわかっているのか。クラウドファンディングでただで手に入れて、1年経たずに売却って悪質ではない。購入希望者をやつ呼ばわりしたりもどうだろうね。車が新しい持ち主を選ぶって発言してたし、車が選ぶなら2000円でも良いのでは。むしろただで手に入れて高額転売する方がアウトな気がする。彼は小学校3年から学校行ってないのな。記事を読む限り教育の大切さを再認識した。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。